声をかけるという行動のモチベーションへとつながりません。岡田です。今日はやる気が出ない人が目標達成するためにどうすべきかというお話。参加者からの相談メール。岡田さん、こんばんは。早速ですが、相談があります。私には岡田さんのようにモテる男になり、充実した人生を送りたいという強い思いがあります。そして最高のパートナーとも出会い、いつかは結婚し、子供も欲しいと思います。しかし、それに対して具体的な行動を起こせていないのが現状です。このままではダメだ、やらなければという焦りはあるのですが、街へ出て声をかけるという行動のモチベーションへとつながりません。私のような状態のものはどうするべきでしょうか。岡田の答え。こうなりたいって未来を強く思い描くことはとても大事だ。そしてそれは具体的であればあるほどいい。なんで具体的だといいかというと、こうなりたい、でもこれが足りない、だからこれをすべき、でもそれをするためにはこれが足りない、だから今はこれをすべき、というふうにあなた自身が置かれた現状に対して適切なやるべきことが見つかるからだ。要は地に足がついてく。大きな大きな最終目標がある。それは素晴らしい。ただ何の計画性もなくそれを追っかけて、それはふわふわしすぎていて現実的なイメージが湧かない。だから心からのやる気が湧かない。例えば昨年ハロウィンでストリートアプローチしてすごく良い思いをしましたという参加者のメールをシェアした時、かなり多くの方々から僕も頑張ります、来年は絶対動きますといったメールをいただいた。で、1年後の今、その方々の何割がハロウィンに対して準備していたりワクワク心待ちにしてるのかなというのは個人的に考える。今あなた自身にちょっと頑張ればすぐに達成できる目標がちゃんと設定されているか、それを達成した後に次の目標はあるか。モチベーションというのは線路を自らつなげておかないと続かない。駅が遠すぎてもやる気が起きない。ちょっとだけ時間を割いて工夫してみよう。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いします。